まあ負けはしなかった毎度毎度ベン・メイブリーですユーロ2024年イングランド代表2試合目がデンマーク戦となりましたけども1対1の引き分けとなりましたハリケーンの先制ゴールはあったのですけどもその後、 まあ、あんまりいいシーンがなかったイングランドで、えー、ヒュルマンに、えー、強烈なミドルシュート、まあ、グラウンドのシュートだったんだけど、ポストに当たって入って、同点ゴール入れられましたけれども、まあ、それ、 内容を見たら妥当でしたね。どちらかというと、デンマークの方がいい試合をしていて、戦術のバトルでデンマークの方が明らかに上でしたので、まあ、イングランドが、えー、勝利すれば、周囲通過がもうその時点で一試合残して決まったという状況でしたけども、まあ結局、1対1の引き分けで、周囲は周囲で、まだ負けなしは負けなしですけども、 イングランド人がこれを見てポジティブな気持ちになっている人はあんまりいないですね。やはりメディア、ファンがそれを見たら内容があんまりにも単調すぎて、この間話した中盤のバランスがこの試合でも全然うまく機能してなかったなと私は個人的に思いました。で、後半開始早々に アレクサンダー・アーノルドを下げてギャラガーを投入しましたけれどもそれでもギャラガーがブランチの右になったのでこの前話した、えー、ベリガムの動きがこれで下がるときは左上がるときは右ちょっと中途半端になるという現象は全然 解決できていなかった。なぜその並びにしているかよくわかりませんけれども、まあ、えー、最初から本当に前半の頭からパスミス、コントロールミスが目立ってで、パスミスがあんまりにも簡単なものだったので、それがもう結構、チーム全体に影響が移ったのかもしれませんけれども、ピッチのコンディションもあんまり良くなかったんだけど、それも影響していた。あと、 暑かった、蒸し暑かったで、日本に住む一イングランド人として、私たち湿気が大の苦手だっていうことはよくわかっているのですけども、そうじゃなくて、ピッチのことをうんうん言う,、うん、言う前にね、うん、パスミス、連携ミス、最初から目立っていたのがすごく、えー 気になりました。ですが、イングランド代表は負けていない。で、これまでも大きなトーナメント2試合目が <laughs> 良くないというパターンも続いています。前回のユーロスコットランド戦0-0の引き分けでした。前回のワールドカップ、えー、アメリカ戦でも引き分けでした。で、内容が全然良くなかった。そこからギアを上げていくのがイングランドだし、 今年もそうしないといけないかなと思います。ですけども、さすがに、このメンバーじゃ、昨日しそうにないかなと思うので、いじる必要は3戦目以降、絶対、絶対必要かなと思います。 思います。えー、BBC が英国内でこの試合、えー、中継していたんですけども、えー、スタジオゲストにリオ・ファーデナンドがいました。イングランド代表の選手たちはクラブの選手たちに全くもう似てなくなっている。えー、自分のファーデナンドの世代でも同じような現象が起きたんだけど、例えばストーンズがシティでプレイするときは中盤にね、冷静にボールを運んだりしていってポジションを開けたりするんだけど、それはしない。フォーデンが 左サイドに張っっててしまっているで、ここから、もう、えー、チームとして、難しい話を、ミーティングでしないといけない。もう、ぶっちゃけないといけない。正直な話をしないといけない。そこから、練習場で、ちゃんと練習しないといけない。これは、個人個人の問題ではないというふうに、ファーデナンドが BBC で話していました。元、マンチェスタシティのマイカー・リシャーズが、中盤を、やはり、いじらないといけないんじゃないかなというふうに指摘しました。ベリンガムをブランチ というか8番のような位置まで下げてフォーデンを10番トップ下で起用するべきというふうに言っていましたアラン・シエラが中継解説を務めていたんだけどこのチームにエネルギーが感じなかった努力がなかったわけではないんだけど例えばベリガムだって 走るのも精一杯。それでもちょっとつまずきそうなこともあった。フォーデンも試合に入っていなかった。ワットキンズが投入されて、せめて裏へ動き出して突破しようとする。その動きは見せたんだけど、ケインを起用するなら、えー、周りにスピードが必要だ。自分だって30代になってから周りのスピードに頼るようになりました。確かにケインが 初戦のセルビア戦では結構効率することが多かったのですけれども、この試合ではもう少しポジションを下げるようになった。ですけども、それでエリア内での仕事が少なくなって、確かに先制ゴールは決めましたけれども、相手エリア内でボールを触ったのが、そのゴールを決めた時一心だけでした。MC のガリー・リネカはもちろんイングランド代表の元エースフォワードですけども、彼は結構 ケインの話で正直の話をしてくれました。彼がもっともっともっとやらないといけないというふうに言っていた。彼は確かに、ケインは確かにゴールを決めるのは素晴らしいんだけど、裏への動きがなかった。で、ポジションを下げ、下げた時でも、ただ歩いているだけのシーンが多すぎたということで。で、そうすると、そういう動きをすると、ポジションを下げるときは最初は 突破する、裏に突破するような見せかけをまずしてから、ポジションを下げないと、自分のスペースがまず作れない。で、裏のスペースを攻めたいときも逆の動きをして、一旦ポジションを下げてから、相手のセンターバックを釣り出して、そこから突破しないといけない。だけど、そういう動き全くしていないというふうに、リネカーが評価しています。え イングランド代表のサウスゲート監督が試合後に責任を自分で取りました。サポートが結構ブーイングをしていたのですけども、ブーイングをするならどうぞ私の方にブーイングしてください。私の責任なんだから。というふうに言ったのですけども、BBC でのインタビューで、これはもう期待していた試合内容ではなかった。持っている時はうまく使えていないで。そうすると、やはり苦労はしちゃいます。で 2試合連続、イングランドが先制した後、ちょっと下がってしまったということに対して、それは監督をはじめとするコーチ陣の指示ではない。そういうふうにしてくださいとは言っていない。確かに相手3バックだし、ちょっと流動的な動きを見せるので、それに対してプレスをする難しさはあるのですけども、私たちのプレスが 全然うまくいっていない。それプラス持つ時の流動性は私たちが足りていない。だからギャラガーを投入したというふうにサウスケート監督が言っていましても、それで彼がちょっとエネルギーを提供してくれるし、プレスがより機能するようになるという期待があったというふうに言ってたんだけど、これから私たちのやらないといけない仕事が多いというふうに 言っていた。もうそれが内容から明らかだし、えー、イングランド国民がこれを見たらがっかりするだろう。だから私たちはもっとやらないといかない。っていうふうに結構正直に話してくれました。一方、えー、ハリケーンは結構いろいろと叩かれているケインですけども、彼は試合後のインタビューで、えー、もうこういう本大会では簡単な試合が何一つもないんで、それが今日の試合でも、えー、わかったんでしょう。えー、難しいゲームとなったし、デンマーク 評価したたいいいという,ふうに言っていた我々は、えー、ボール持つ時も持ってない時も、えー、よりうまくやらないといけない。だけど、我々のベスト、そのベストのパフォーマンスをできていないにもかかわらず負けていない結果を残しているのは強いチームの証だろというふうに言っていて、もうグループステージの突破がほぼ決まっているから、第一の目標がそれ、えー、もう、 達成に近いというふうに言っていた。で、もちろん、もちろん、えー、イングランド人、サポーター、メディアはこれについていろいろ言うことがあると思うんだけど、前回のユーロも同じようなことがあった。だから我々は冷静なのだ。一方一方、我々は強くなっていくぞ。もう確かに、持っているとき良くないんだけど、プレッシャーのときが特にうまくいってない。で、時々、 持っていない時どういう動きすればいいか、ちょっと迷うことが正直あるというふうにケインが認めました。しピッチの状態と、まあ。 気温の高さで難しかったんだけど、我々は全然冷静だろうっていうふうに言っていました。カイル・ウォーカーが、えー、もうもっと強気だった試合後のインタビューでですね、えー、こ,れこれぞ本体化のサッカーだろう。もう我々は修理だし、えー、ポジティブ取りたい。負けていない。で、失点したのは、まあ相手のスーパーゴールだけだから、もう次に行こうっていうふうに言っていて、個人個人としてもっと、えー、できる。 で、みんなわかってるんだけど、ここからギアを上げていくだろう。大丈夫だっていうふうに、ウォーカーは言っていました。で、BBC は、えー、できるだけ、ワールドカップ、ユーロ本大会の時に、いろんな国籍の監督とか元選手をゲストとしてスタジオに呼んでいて、できるだけ、えー、その、 チ、チームの国籍を持つ出演者は少なくて一人、えー、置きたいというスタンスを取っているんですけども、今回デンマークの代表として、ブレントフォード監督のトマス・フランクがいたのですけども、も彼はデンマークのプレイめ,めちゃくちゃ満足していたんだけど、えー、それに対して、 イングランド人の監督、選手たちの冷静さも評価しました。もう、えー、めちゃくちゃ英国内にすごくいろいろ言われる、いろいろ叩かれるという文化があるのみんなわかっているんだけど、本人たちが冷静だっていうのが素敵で、それが大事だっていうふうにトマス・フランクが言っていました。まあ 英国内の新聞はやはり、えー、高い評価ではないですけれども、えー、その見出しなど見ていきましょう。えー、まずはデイリー・メールですね。ハリー・ケインド。ケインというのは叩かれた。えー、スペルをケイから C にして、これ動詞をしているんですけども、えーまあ、ケインが、えーまあ、棒みたいなもの。 それで叩かれたっていうようなことですね。も言葉で叩かれるのもケインって言うんですけども。続きまして、えっ、ー、と、Express, Tame Old Story。Tame は、まあ、Same から、えーね、SOT に書いてちょっと言葉遊びもしているんだけど、Same はいつもと同じだということで、Tame にする,するのが、えー、と単調ですね。だから、いつもと同じく 単調だよっていう見出しになっています。で、Gareth takes blame. まあ、スサースートが責任を取るっていう見出しにしています。続きまして、デイリースター。sleeping lions. ライオンたちが寝ている。眠っているっていうことですね。え、d o s e ィ display. まあ、ちょっと眠そうなパフォーマンスだったというふうに、デイリースターが言っています。メトロ。まあ、結構、ストレートに。england in deep trouble. まあ、深い問題があるということですけれども、それはチーム全体の深さという意味でもちょっとかかっているかなと思います。えー、続きまして、インディペンデントニュースラン1、えー、面ですけれども、写真はハリーケーンですね。えー、England booed after lackluster 1-1 euros draw against Denmark. え、デンマーク、ユーロのデンマーク1対1の引き分けの末、イングランド代表がブーイングを浴びた、ラックラスターというのはちょっと元気がない。え、パフォーマンスに元気がなかったということで。え、uh,、I, ニュース欄一面の上の方に、デンマーク r k 1 ハンドブレイクワン、ハンドブレイキーですね。まあ、車のサイドブレイキーのことですけども、イングランドがガンガン行くんじゃなくて、ちょっとブレイキーのかかったパフォーマンスをまた見せてしまったということですね。続きまして、デイリーミラー。これまた言葉遊びですけども、ヒョーオフアメスですね。えっ、ー、と、もともとはヘル、地獄。ヘルオフアメス。これはもう、とんでもない、めちゃくちゃだ。 えー、とんでもない問題だっていう意味だったんだけど、これ、相手の、えー、ヒューマンがスーパーゴールを決めて、そのヒュー、えー、にしています。続きまして、ガーディアン。これは優秀ですよ。高級詞ですけども、すっごい言葉遊びというか、スペルをいじったりする必要がなくて、元々の言葉の意味を、そのまま使っていて、めちゃくちゃ、 脱帽だなと思いますけれども、Labour and Conservative。それは、Labour では苦しそうで、Conservative は保守的。それは、イングランド代表のパフォーマンスですけれども、来週、再来週、英国内に総選挙がありまして、えー、一,番一番大きな、まあ、2つの党が、Labour、労働党と、Conservative、保守党ですね。だから、Labour、 は、労働党だけど、labored という形容詞にするとそれは苦しそうという意味になる。で、まあ、保守党、保守的そのままですから、えー、今ね、えー、大きな話題になっている二つのこと、英国内に二つのことがあるんですけど、総選挙とユうのをうまくかけてて、labored and conservative という見出しにしています。で、最後に、 ねまあ、まともなニュースをあんまり取り上げたりしないデイリースターというザ・タブロイドですけれども上に目ということですね。イングランドトップグループ。 えー、周囲、イングランド周囲に立つんだけど、it was a bit of a struggle to watch. ちょっと見苦しい試合だったということですけども、その下に1個前の試合のことですね。あの時、ガリデネカーが同じスタジオの MC を務めていたんだけど、ゲストのメンバーがちょっと、えー、イングランド戦と違ってたんですね。セルビア対スロベニアの試合で、フランク・ランパードがいたのですけども、BBC のスタジオがですね、えー、まあ、ベルリンの中にあるブランデンバーグ の前にいるんですけどもそこにファンゾーンはいるんだけどファンゾーンの方からスタジオの中見えないという作りになっていてでレネカがちょっとランパードがハげてきたことをいじって後ろから見られなくてよかったねみたいなことをレネカがオンエア中に言いましたそれに対してランパードが全く 笑えなかったっていうのがちょっと面白かったです。まあちょっとかわいそうですけども、そういった仲良さそうにいじったリニカーですけども、ランパードはそこだけちょっと痛いということでした。まあイングランド代表は、えー、これで2試合終えて、えー、4ポイントでグループ周囲なので、まあ4ポイントでこのユーロが2016年から24チームのフォーマットになってから4ポイントで え、突破できなかったケースがこれまでなかったので、まあ大丈夫のはずだけど、え、次のスロベニア戦でまた勝って必ず周囲通過を決めてほしいなと思います。で、個人的にもね、えー、今日のパフォーマンスにすごくがっかりはしているのですけれども、 前回のワールドカップに2000名を終えてそのまま番組出演が、えー、あの時あったんですけども、まあ同じような思いだった。だけどそこから良くなった。前回のユーロも同じような展開だったので、まあ、えー、私たちがいろいろイライラしていても、こうすればいい、こうすればいいっていうのもフットボールで、それがフットボールの文化で、これからもそんな話はするのですけども、 本人たちが冷静でいてくれているというのが、まあ、経験の証で、で、それも、まあ、強さの証かもしれません。次の試合から蓋開けて、えー、どんな戦いを、えー、見せてくれるかも、また、また楽しみです。ベンメイブリでした。どうも、ありがとうございました。